やってきた。おお、熱いんじゃない？これは。水色、黒、ピンク。よいしょ、ちはやさんとは初めてだね。自動で外れない。はい、された。あ、自動がちょっと、あ、よかった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 。バグったかと思った。焦った、ね、バグってるバグってる。全然戻んなかったから、ちょっと待って。あ、やっと戻りました。手動でやってます。あー、よかった。すいません。あ、なるほど、なるほど、そういうことか。まあちょっと、はい、外すようにします次から。はい、さて、ゆとり誰が見つけたの？セキュリティで死んでましたね。セキュリティ、うわ遠いな。で、竹雄さんね。はい、あれ、竹雄さん死んでましたね。竹雄さんもうボーッとしてる。セキュリティでね、ゆとりさんが死んでたんですけど、その直前で私、先端さんが出てくるのを見たんで。僕ね、竹雄さんがね、弁当から出てくるの見てんですね、これ。うわー、なんすかそれ。でもどっちも、じゃあ例えば両方のことを見ていた方はいらっしゃらないんですか？見てないです。お互いしか多分見てないから。竹雄さんと先端さん見てる人は誰もいない。確定ローラーまでは見てないですね。まあ、これは確定ローラーですよね。一応竹雄の行動一応説明しとくと、はい、2回停電起きましたよね。で、2回起きました。停電の前後ぐらいで私カメラ見てたんですけど、その時にしょぼすけさんが右側のナビゲーション前のコの字のところで踊ってて、キヨキヨさんが O2 に入るの見てました。で、それで合ってる。停電になったタイミングがあって、で、はい、リアクターのタスク1個こなしに行って、またセキュリティに戻ってきたら死んでましたっていう感じなんです。なるほど。僕はカメラ、アドミンの情報を見たんですね。で、セキュリティ1だって、殺されそうだなと思いながら行ったんですね。その時カメラはついてました。で、その姿を見てないわけですね、竹雄さんは。みたいですね。だからってことは、その時にゆとりさんがカメラを見てたってことなんですよね。僕センターさん入れました。センターさん入れましたね。僕竹を入れた。あ、でこれローラーでお願いします。ゆとりさんが、カメラを見てた時間がかなり長いっていうのを覚えておいてほしいですね。はい、 OK です。最悪。マジかよ。オルドス。ありがとうございます。自動ミュート、そうですね。そうですね。今手動で、はい。完全に手動なんだ。OK です。で、まあ流れでいくと、今からタキオさんのことをローラーするんですが、そうですね。先端の使用が死ん、無駄死にさせないために、無駄死に、無駄死にさせないために、提督には、そうですね。で、今センタンさんあれですよね、投票で死んじゃったので、はい、そうですね。そうですよね。ただ先ほどの、まあ、あの監視カメラの情報に関しては、あの僕も合ってたし、はい、いや、アドミ見られたら怖いと思って、左側いなさそうだったから、あの時間に監視カメラが光ったのは事実です。
手元が早かったな。手元が先ほどゆとりさんはその時いませんでした。うんうん、1回目の停電の時にアドミンが怖くてちょっとエレクトリカルいらっしゃったんですよ。後からじゃあ先に行ったのかな。で、2回目の停電の時にはもうアドミン怖すぎですと。でそこから発見になったんで、まあ、2回目の停電までの間に死んでる状態になっている、うん、っていうのは事実で、死体はセキュリティになったんでしたっけ。セキュリティですね。ですよね。セキュリティだから1回目の停電終わったとローバー通ってセキュリティ行ってで、まあ竹尾さんが殺したのかな、まあ、先端がどっちか、どちらかセキュリティどの辺でした、そうそう、カメラの前だったんでカメラ見落としたら、先端さんが弁当見えたって言ったの矛盾してますよね、うん、あの位置だと弁当誰が入ったか見えないと思うんですよ、はいはい、あ、そうなんですね。そうなんですね。視界の広さ的に一応ローラリーと思うんですけど、確かに、うん、竹尾さんその通りでしかない、は見れないとやっぱりーーかなって僕はそう思いました。ローラはするべき、ローラはした方が、まあ、僕はするべきだと思う、ね、一応そうですよね。僕は投票しました、はい、その通りですか。私も行かせていただきました。後ろではない、やりました。なるほど、竹尾さんが自分に入れてな、すごい、竹尾さん竹尾さん上位だ。まあでもこれでね、一人いなくなってますから一人なんで、うん、あと一人なんでだいぶ、そうですね、五分、うん、いや弁当、勇気の弁当を使えばよかったな。いやー、いやマジアドミンがめっちゃよぎっちゃってやめちゃったけど、まあでも左歩いてても怪しいよな。もう弁当怪しくないよな。しまったな、久々でもないか、昨日、え、昨日引いたっけ。ガチャンが見てる、いやー、なやるの早いな。よう頑張れ。ねえ。あ、やべ。あ、これバレてるっぽいな。バレてないのかこれ。これバレてないのかこれ。はい。あ、リンゴさんがお亡くなりになられている。なるほど。はい。休憩です。休憩をしました。はい、死亡現場はですね、ローアーエンジンの、はい、上の通路に差し掛かるところの下らへんですね。なんでローアーエンジンの上側で死んでました。はい。部屋の中はないです。はい、死んでたのが、あれあれ何色だっけな、ひばりさん、ひばりさん、ひばりさんですね、ひばりさんですね、ひばりさんですね、そうですね、黒ですね、うん、っていう感じで、キヨキヨがなぜローアエンジン行ったかというと、アドミンで見てて、うんうんうん、1あったんですけど、その1あったって発見するですね、なんか10秒前ぐらいに
なんか若干キルフラッシュみたいなの点滅あるじゃないですか。キルした時にブチュッとなんか点滅するんですけど、それが起きたんで一応見に行ったって感じですね。アドミンって覗いてる時にキルが起こったらエフェクト出るんですか、それって。微妙なんですけど、2人いていきなり1個減って1個一瞬でこうパパってなるんですよね。ああ、そういうことか。はい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 、はい。そうなんですよ。アドミンがペペってなってますね。ちなみにそれどの、すみません、キルがそれペペってなったタイミングってどのタイミング、どのなんかサボタージュとサボタージュの間とかわかります？私が違う、それ見ててなんで発見しなかったんだ。オスですね。10秒前ぐらいですかね。じゃあラジオの時ぐらいか。あ、そうですね、そうですね。なるほど。OK です。ほうほうほう。ってなるとラジオ直してた人たちは、お。白目って感じですかね。僕はい、そうですね。で、僕は完全右側にいました。うん、ナビゲーションとかに、うん、僕だから O2？ ジャイアンさん直したんじゃないの？リアクターの中で鳴らされたから、リアクターしかも壁も閉めてきたから、右側に設定したなと思って。はい。で、僕ナビゲーションがぐるっとぐる回ってて、ずっと右側にいたので、僕はまあ自分は反抗できない。ただ誰ともすれ違ってないです。直したの自分じゃないの？僕視点だと、もうトリッピーさんしか今のところいないかなって感じですね。候補としては。トリッピーはね、一応O2 の右、そのラジオの直前の O2 直して、多分メーカーさんと一緒に直した後にウェポン行って、ちょっとロングタスクやった後に下行ってコミュニケーションのラジオ入ってますね。あれ、じゃ誰か誰かボタン押します。ボタン、はい、話します。ボタン押します。はい、間に合うかなこれで。はい、よいしょ。今トリッピーさんめっちゃ追いかけてきたの何なんですか。あ、いや、おい、違う違う違う、追いつけてめっちゃ怖かったんですけど。いや違う、待ってこうなるの。いや全然大丈夫、追いかけてるの見てましたよ僕も。めっちゃ怖かったんですけど。黒いっすね。いや、これ絶対殺しの現場を押さえてやろうと思ってずっと見てました。そうそう、ぐるぐる回って壁てるやん。すいません、ごめんなさい。いや、僕も追いかけられてる気持ちだったんだけど。ラグでね、ラグでありますからね、お互い追いかけ合ってるに見える。さっきの話で言うと、うんうん、コミュニケーションに向かってた人たち、はい、はい、僕コミュニケーション行きました。メーカーさん、うんうん、メーカーさん、コミュニケーションに入った順番をまず精査するべきだと思います。いや、俺ね、メーカーさんがいて、トリッピーでチャケポヨさんだと思うんだけど。先に僕コミュニケーション行く前にもやってくる人がいて、チャケポヨさんだったのか。と、もう一人いた気がしますけど。ちはやさんで、その時僕じゃなかったでしたっけ。あ、そうだ、ちはやさんだ。はい、います。あ、よかった。ちはやさん、メーカーさんってことですね。まず。僕はコミュニケーション。ちはやさん、チャケポヨ、メーカーさんで、いいね、いいね。終わったタイミングで取り、よかった、自分からより、他の人から言ってもらった方がいいからね。シールド側から来たのかな。なるほどね。あ、シールド側から来たのは僕ですよ。シールド側から回ってきたのは、あの、水色の僕です。待て待て待て、正月さん、違う、トリッピーだよ、トリッピー。あ、じゃあ僕ここローラーすれば終わります。それで待って強い。いいぞいいぞって言えるんで、僕はこれで言って言えること白くないですか。まず、しょぼすけさん、うん、コミュニケーションにシールド側から入って最終位置どこなんすか。はい、僕は最終位置アドミン見ようと思ってました。なんでアドミン上がりました。僕はその時に、僕は紫、ピンク、オレンジって言って言いながら上がってたので、色は覚えてるんですよ。待ってください、僕ね、待って、ショボスケさん、ショボスケさん、じゃあ俺ら噛み合ってない可能性もある。あのね、僕最終位置がコミュニケーションに入る直前。で、メイカさんがいるの多分見てるから。でもそれだとしたら、エレクトリカル側から入ったってことじゃないですか。ロラシロ。いや、僕ウェポンシールドって来てるんで。まあ、一陣路連れてるんで、ちょっと待って、絶対もう。あ、なるほど。タスクでもいいっすよ、俺。欲しい。一陣路連れてますもんね。5分。うん、としないと。リアクター作戦だな、これ。タスクさせないよー。なあ、右行きたいね。
フラストレーションを溜めさそう。永遠に左に。次停電だな。あ、やべ、すごい死んじゃった。で、こっち閉めて。さて。はい。はい。はい。一人死んでますね。ごめんなさい。これ僕、下隠ししてなくて。僕は、一人でエレクトリカルにいて、そのまま、リアクターが鳴ったからリアクターに行こうとしたのに、僕の後ろになぜかトリッピーさんがいたんですよ。うんうん、エレクトリカルから出てくる。いいぞ。ノー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 アロミンで見て、リアクター鳴る前に、アロミンで見てて、エレクトリカルにずっとあったんで、死体があるかなって思って、一応見ようと思って、しょぼすけさんだったんですけど、じゃあ大丈夫かって思って戻ろうと思ったけど、よく考えたらしょぼすけさんが奥でさらにキルしてる可能性あるって思って一応確認しに行っただけです。したよなかった。いよいよまたまたいよいよ。いやもうなんか僕はどっから死んでいいと、ちゃんとリッピーさんつりたいです僕は。これはうん終わらないよ。だもうチャゲさんとチャヤさんの比較的ずっと一緒にいたので、いやそうなんですね。いいねいいねいいね。理由的にはチャヤさんできる限りコミュニケーションで最初にいた、ああメイカさんとかシャゲさんとか、ちょっと今日死んだの誰ですか？セリフの可能性ないの？ああ僕か死体隠し。キヨキヨさんが多分死んだのかな。キヨキヨさんが死んでるんですけど、ね、そこみたいな。でそこの精査、ここ今日トリッピーで終わらないんで、そこの精査もしといてほしいです。今日の日の。ね、はい、うんうん。じゃあ僕はじゃあ先にじゃトリッピーさんを入れました。わかりました。はい。はい、いいね。これはあるぞ。頑張れ。さんはまあじゃあトリッピーは、うん、頑張れ、まあ、これがキルしてたら終わるんで、トリッピー以外のできそうな位置を議論してほしいです。皆さん。OK です。はい。そう、もう一陣路は連れてる前提で話さないといけなくて、どうだったし。でそれでトリッピーさん積んで終わらなかったら、まあ一陣路残ってて、で僕がもうボタン押せないんですよ。押しちゃったから。あ、僕押します。押せますか。じゃあ終わらなかった場合はお願いします。はい、了解です。なんで僕はトリッピーさん釣りでいいかなって思っている。はい、まあ、リアクターは最初にコミュニケーションの人たちはキルできないと思うんですよね。押させようか、なんでそこのあたりはもう白いのかなって思ってて、できるのが僕かトリッピーさんだと思うので、うん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 、僕はこのショボスケさんとトリッピーさんのローラーで、いいねいいね。いや、チェハヤさんコミュニケーションの方ないっすわかんない。キヨキヨさん見てないです僕は。わかんないっすね。見てないか、うん、なんでも、うん、いやこれあるな、まあ、終わらないんで、まあ、僕視点だと言っときます。これで終わらなかったらしょぼすけさんが一番まあサイクロですね。死体隠しでトリピをしてみたいな感じ で、うんうん、 ね、それだけを伝えておきます。わかりました。してください。あります。これごめんなさい、これは僕やりました。すいません、待って、本当わかんなくなりました。ごめんなさい、俺完全トリピーさんだと思ってロックしちゃった。でも、でもごめんなさい、本当にすいません。いいぞ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 。もしかわかんないんですけど、俺今見てて、あの解除しに行ってたんですけど、はい、まあ、ボタンを押してくれたチャゲさんがいて、はい、であの2人とも僕が一番遅れて行って2人が解除してたんですよ。で多分、はい、あの人狼側の人間だったら押すの遅延しないかな、するかなと思ってキールタイム稼ぐのに、うん、だから
わからなくなりました。コミュニケーションに行った時の話。ナイスナイス。いや、マジナイス。チャギャさんいらっしゃった。チャギャさんが最初にいたと思います。ですよね。その後、多分チャギャポヨさんが入っていて、僕が遅れて。チハヤさんが入ったのナイスなの、マジで。その認識です、僕も。うわー、ごめんなさい。耐えろ、耐えろ。で、まあ、うん、ショボスキさんとは一回もこういう、まあ、ちはやさんには多分一番届かないですよ。まあ、そうですね、はい、それはわかりますね、はい、僕もなんかトリピサ釣っちゃってるんで黒く思われちゃうのはわかるんですけど、いいぞいいぞいいぞ、なんで僕釣っちゃうと終わるので、でなんか他が黒かもしれない根拠が何かあるか、そうなんですよね、なんか清清さんの下がわかんないんで、清清さんギルのところでこうアリバイがない、僕メイカさんとずっといたんです、そうですね、エレクトリカルに最後僕と一人見えたんですよね、エレクトリカルでロバーイチハヤさんがコートする人いませんでした、ウクナウクナ、はい、チハヤです、チハヤさんですよね、ウクナウクナ、エレクトリカルからロバーウクナウクナ、キョウキョウさんの死体の位置が分かんないから、1回目のアラートの時にチハヤさん見て2回目は見てない、え、どっちだったっけ、あの両方ともリアクターついてますね、自分はですよね、お二人を、はい、確認できてます、あーそっかそっか、よしよしナイスナイス、わいわいわい、チハヤさんは常に一緒で、チハヤさんはちらほら一緒にいたみたいな感じ、ちっちゃいちっちゃい、僕知ってるいたりいなかったり、いやわかります、僕が疑わしいのわかる、いやショボスキさんも白いね、えいけ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 、本当笑わない、耐えろ耐えろ、僕はパッション出させてください、俺じゃ終わんない、耐えろ耐えろ耐えろ、俺じゃ終わんない、パッション出させてください、ナイスナイスすぎる、これはこれで終わってくれ、これはナイスすぎる、終わってくれ、リアクターレンダーね、ナイス、よく勝ったな、こっからすごい、マジかー、いやーうまい、これはうまい、すみません、うまい、うまかったっす、あれちょっと待って、素晴らしい、あれ記憶アドミンミスってたますか、ワンちゃん、いや合ってますよ、あ合ってるんすか、はい、もういやもうわかんない、よりわかんないです、より何が負けたかわかんないです、千早さん全然疑われてなくてすごかったですね、すごい、まあ、全くなんか怪しまれる空気の流れも全くなかった、マジかよ、強い、え、なんなんすかそれ、最後ほんのちょっと真相に近づいてて、うん、そう時々見なかった、その時にキルしてたんですよ、やっぱそうっすよね、そうか、すごいな、うまい、いやー、僕最速で死んでここまで持ってきたのは本当にすごい、すごい、キルしたのを選んだのがすごい良かった、マジ、いやちょっとドリペさん申し訳ないです、いやいや全然大丈夫ですよ、もう僕自身にもね、なんかね、ショボスケさんなんかどうだろう、俺本当だったらね、ここ釣ってくださいって言いたかったんだけど、なんか、噛み合ってない気がすんなってずっと思ってたから、なるほどな、もうちょっと、いやどうなんだろう、でもだから俺が言えなかった、うん、そうそう、いやすごい、これはもう上手かった、ね、キルする対象も上手かったし、タイミングも場所も上手かったし、ちなみに上手かった、キヨキヨさんどこで倒されてたんですか、僕は、あれですね、シールドの方ですよね、確か、じゃあ千早さんに最後やられて、はい、だからコミュニケーション、え、ちなみに俺があのカフェテリア周りでキルしそうになってたのあれ先輩じゃない、俺なんも関係ないですね、俺なんも考えずに鬼ごっこしてたんだけど、マジでマジで怖かったっす、いやマジでごめんなさい、あれのせいだ、俺あれ関係ないっすね、俺何喋ったも怪しくなんだって思ったのあれ脳死鬼ごっこのせいなんだけど、あのカフェテリア鬼ごっこそうっすね、ダメ押しがあったかもしれないあそこで、面白いっすねマジで、なるほど、すごいな、やべ入れねえ、俺はすごい、エンタさん、サボタージュありがとうございました、めちゃくちゃ助かりました、全然、僕はもう最初のキル、竹尾さんに普通にバレてそれだけだったんで、もう私、言ってることも合ってた、あの弁当から出てきたの見ましたって言っちゃって、うん、そうそうそう、あそんなわけないんですよね、センターこれ部屋変えた？
変えましょうか。落ちちゃってますね。はい、あ、なんか入らないな。あれ、ちょっと。すみません。あ、部屋立て直します。落とされちゃう。お願いします。お願いします。なるほど。いやー、すご。いや、これは、お見事。あの、コミュニケーションを最速で直したのが効きましたね。あー、そうそう。あれが最後チャゲさんと手をつないで死ぬ時は一緒だよってなってました。最後飛び出しまって逃げれなくなった。いやマジで難しかったな。チャゲすごいな、マジで。しあとそのキョキョさん切りしたタイミングでもう1キル我慢してたのも偉い。ちょっとずつ一人ずつ人が死んでいくって状態を作ってたから。なるほど、やっぱ我慢大事だな。うん、ね、素晴らしい、100点満点だった。本当にすごい、やった、すごい、マジですごいっすね、本当に。マジ悔しいっす。いやめっちゃパッション見せてくれたのに。ごめんに。全国のアマンガース、このコラボ楽しみにしてる。インポスター側じゃない方の皆さん、本当すいません。サバイバー側の皆様、申し訳ないです。これはね、いや本当にシンプルに、うん、うますぎる、千早さんが。やったぜ、めちゃくちゃうまかった。アリバイが的確にあったよな。コミュニケーション鳴らしたタイミングは、もうなんていうか、もうだいぶ、ひばりさんが倒れた後に鳴らしたみたいな感じなんですかね。はい、そうでした。そうっす。遅れて鳴らしてくれました、センターさんが。そうそうそう、はい。なるほど。直しに行ってくれたらいいなとも思いつつ。そうですね、あれだって白っぽく見えますもんね、あそこで。だから時間、どう考えてもあそこだよ。あのタイミングで俺はウェポンでピンピンやってる時にしょぼすけさんナビゲーションにいたのに俺らが2人とも会えなかったのが問題。そうですね、あそこで合流すればお互い白証明できたんですよね。あえてないもん。白同士で釣りやったら辛かったな。いやー、鳥消しさんに会いたかったよ。いやー、味方同士で殺し合いしてしまった。やりましょうか、次。やります。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。お着替えお願いします。お着替えました。やっぱしょぼすけさんのパッション好きだな。めちゃくちゃ感じた。めちゃくちゃ。え、多分ね、それもあって他の可能性をね、お二人がミカちゃんとチャゲさん考えたって感じだったからね。チョボスケさんがあまりにもすいません間違えてましたみたいな感じでめっちゃ白かったから。いやでもそれで鵜呑みにして間違えた時一番寒いなと思って普通にちょっと。そう、それを信じて。なっときが確かに。じゃあもう本当に次泣きますもん。自分で見ちゃってたんですよね、茶屋さんのことを。涙流しますもん。じゃあいきますか。茶屋さんの失敗です。じゃあ楽しかった。やりましょう。頑張ります。はい、ありがとうございます。はい。